おいつどもこりんです。本日もアウニスリーやっていきましょう。今回はこの大屋敷をクリアしていきますよ。今回も3つあるんや。でも最後が出口やからまあまあそんな長くないんじゃない。で、クラ画面クラ入りまして、ん、人がいる気配がする。ほんまに人か。あ、たけし、誰かに返事をしてください。返事がない。中を探してみましょう。なるほど、探してみるか。じゃあちょっと画面明るくします。 OK、 いくよ。さあ、これはどこがいけるのか。まず本棚を見よう。だいたい何個あるからな。ないか。よいしょ、ないな。時計は、あ、ちょっと待って。ガラス棚の中にハンドルがある。しかし鍵がかかっている。あ、鍵ここで使うのな。で、うお、ちょっと待って、なにこれ、モンジャラみたいな。え、なにこれ、いける、こっち。うーわ、これ絶対左やばいやん。いっぱいおるんじゃん。これはロック、あ、鍵じゃなくてロック。これ行くとこ多いな。じゃあ左行く。ほらで、大丈夫か、大丈夫や。オッケー、左下行こう。ほら行け、よし、いいな。これなんやこれ。え、これ違う。お、なんか動いたぞ。あ、左上になんかある。あれを取らなあかんのか。ちょっとこれミスったな。ちょ、やり直します。ほんで上、左、上、 OKOK、 いけたいけた。でこれ取ります。鍵盤のパーツ、ピアノか。ピアノの白いところを見つけました。どっかにピアノがあんのか。あ、びっくりした。ちょっとナスやからちょっと可愛くない、心なしか。どう、ナスやからマシじゃない。OK。で、こっち行く。オッケー、これついでにもう上行こう。ついでに上行こう。どう？あ、アップな、アップ、ちょ、操作が、オッケー、セーブ。オッケー、ほんで階段上登ってきました。ついでに来たからいろいろ見ていきましょう。こうやろ？なんもないんか？これ違うん？これ違うんか？これは違う。あ、ピアノあるやん。ここで使うんか。なるほどね。ピアノといえばお前、青鬼ワンでさ、ピアノのちょっと謎といたら後ろにおったみたいなやつあったやん。絶対それあるよな。ちょっと気をつけていこう。左下は、よっしょ、おい。あー、これピアノっぽいな。ピアノっぽいからちょっと後にしようかな。あー、これ後やな。オッケーオッケー。さあ、というわけで、じゃあこれ右行きましょうか。あ、ちょっとティーカップ違うか。次右側にね、鍵かかってんの？あ、じゃあもうピアノこれ1個でいけんのか？ OK、じゃあこれはめます。青に気をつけろ、青に気をつけろ。はい。え？何も起こらへんの？え？え？何？ピアノの旋律が聞こえましたね。え？どこ？なんか聞こえた？それ違う？俺は関係ないの？じゃあ、ちょっと行く？鍵盤っぽいとこ行く？これ違うんか？こっからは聞こえてへんのか？ん？え？ちょっと待って、え？これ上にしたら金庫開いてんけど。あれ？俺ちょ、え？謎？上、下、上、下ってこと？あ、やった、鍵で入れた。え、ちょっとこれ後でさ、どっかで分かったらでみんなに教えよう。これはここで使う？あ、ここや。うーわ、また広いの。どんだけ広いねんここ。時間かかりそうなパートや。ほい、入れる。ここ青鬼隠れポイントな。ほい、何これ。あー、来た。あー、これなんかはめんのか。はい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 、旗織り機みたいな、そういう感じ。ほいほい、違うね。はい、こうやって、お、ちょ、あ、ちょ、待って、何か髪が切れそうだ。あ、髪が切んのか。はい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 。じゃあちょっとヘアスタイル変えるかって、出ちゃうな。これはロックがかかってる。暗証番号、はいはい、左行く。何、うわ、待って、これバルブちゃん。あ、ちょ、待って、下の人形きっしょ、あれインクも入ってきっしょ、あれ入浴してんちゃう鬼。
赤まみれちゃんちょっと、あ、これでさ下のやつ抜けへん、あの お湯黒いお湯抜けへん、それは違うか。お、ちょっと、何、なんかしたな、バルブひねって水を入れたって出てきたの。あ、なるほど、これ謎解きか。でこれもう一回やってさ、水抜けへんのよな、だから入れていいと思う。出てくるんじゃん、出てこへん。うわ怖お前、おい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 、ちゃうか。ああ、抜けるんや、あ抜けるんか、こうやって抜けるのか。じゃあこれなんかどれかを入れてどれかを抜いたらなんかなるってことやろ。はい、ここは何もありませんでしたと。じゃあ上行きましょう。はーい、なんかあるかな。うわここにもあんのか。抜いたれこれも、ほら抜いたれ抜いたれ、抜け抜け抜け、アホ、ほら、あ、これ抜けへんの、抜けへんわ。ということは青鬼が出てきそうやが、あれ何もない。うわちょっと待って、おお、上のこれ貝が青鬼やねんけど、そっからお前出てくるんちゃうんかい。え、出てこへんの。でこの本、本よ、本読めへんねんけど、え、何もないってことなんやろ。この青鬼を右下に風呂があるってことは、この青鬼のいるところにお湯を入れろって言ってんちゃう。これやったら例えば2つ目と4つ目5つ目でも入れたら出てきそうやねんな。だって閉じ込められてるからさ、風呂6つあるやろ。 OK でここをする、絶対出てくんぞ、見てろ、ここやろ、んでここやろ、おい、あ、別の部屋、あ、はいはいはい、あれな、あれか、ほら、ノンストップ、ノンストップ、いけ、いけ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 、よいしょ、オッケー、来た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 、これ何これ、これ何、小さな鍵、小さな鍵、あれやろ、棚とかを開ける鍵やから、これか、これやったっけ、これ紙切るやつか、そろそろ出てくる、絶対そろそろ出てくる、そろそろ出てくるぞ、右か、あ、これとか怪しくない、あ、あ、そういうこと、これここで低い高いでさっきのスイッチの高い低いってやれ言ってたんか。なるほどね、謎が解決した。あ、ちょっと待って、この鍵さ時計じゃない？確かここ鍵かかってたくない？おー、ナイスナイス、思い出し、オッケー、ガラスの開いた金属、あー、これで旗折り金とこ行け言うてんのな。もう絶対出てくる、だってもう全然出てきてないもん、しばらく。こっちやってっけ、出てこへんの、出てこへんわ。なんやそれ、なんなん、意味深やねんけど。お、つけます、つけました、ほんだらこれで回せや、おい回さんかい、どうやって回すねんこれ。お、あ、古紙があった、ここに、あ、隙間に落ちてんのか、なるほど。じゃあこれをなんや、紙を切れそうみたいなところに入れるよ。この状態で切らない方がいいかもしれません。あ、じゃあこっちか、これ、あ、え、印刷、うわこれ印刷機なんや、へえ、昔のものこんなんで印刷してたんやな。これで切ったらなんか暗号になるんじゃない。あ、1837、これでパスワードになるのか、よいしょ、ほんで多分ここやろ、1837で、どうだ、 OK、 ロック解除、今回サクサク来てるんじゃない。東側廊下への、ちょっと待って、ちょっと待って、びっくりした、びっくりした、もうお前ちょっと近ない、ちょっとアップな、お前ふざけんな、あ、もう下手くそ、ナスのような大きな頭を持つ怪物に追いつかれてしまった。ナスですからね、うん、ナスですから。あ、ちょっとこれさ、動かせるようになるまで時間かかんのか、ほんま勘弁してくりーって感じやねんけど。お前閉まったやろ、そこなんで出てくんの、お前通られへんはずやろうが、適当なことやりやがって、お前こっち、ほら行け、もうそれ前行ったろ、俺行った
言ったろお前。無理か。うわ。オッケー。オッケーオッケー。あ、これ向こう行くのに、あれか、なんかいんのか。うわ。あ、これ数字やろ。に、あ、鏡文字か。鏡文字やとしたら868。え？まあ、これ多分後でええわ。うん、後で回そう。じゃあさっき上行ってみる？これ開く？開くわ。え？何これ、形が違うやつがある。うおー、びしょ、動くんかよ。え、これ全部動く？もしかして動かへん。この四角のやつだけ動くってこと？あー、これなんかオセロとかそういうやつ。ちょっとこれさ、左下のとこ入れてみていい？これ入れ替えるっていうの。あ、違うのか。乗せんのか、ここに。これ台座ってこと？あ、乗らへんな。乗らへんわ。これでどう？これ関係ない。あ、これ関係ない。あ、あ、ちょっと待って。こいつも動くやん。あ、ちょっと待ってよ。これ数字か。数字になってるな。ほら、棒が1で、この、これ5じゃなくて2かな。で、2で、上のやつが3やろ？っていうことは、なんか、置く順番があんねな。ちょっとこれ勘でやってもあれやから、ちょっと謎解きしようか。あの、これ数字があると。はいはいはい。で、これロックされてます。結構数字使うとこ多いな。開かない。めっちゃ多いな。はい、じゃあ次、右行くか。こっちになんかあるんじゃない？おい。いや、嘘。いけ。え、大丈夫か。あ、光ってるやん。取ろ。え、そこ降りんの？お前もしかして。そんなこと言ってる？よう降りるな、お前そこ。お前が貞子になるんちゃうんかい。水が溜まっている。あれ、使えへんのここで。え、違うの？あ、違うんや。出てくるんじゃん。おうおう、びっくりした。ちょっと待って、さっきちょっとさ、チラッと見て、ちょ、違和感あってんけどさ、これ数字9までじゃなくない？ほら、123223122ってさ、あの数字やん。じゃ、ちょっと、これで入れ替えようか。上が2で、右が3で、左下が1な。オッケー。よいしょと。オッケー。どう？棚の扉が、あー、そこか。はい、開けます。何が入ってる？あ、これで組み合わせて水とんのか。なるほどね。で、こう、あれ、どうやって組み合わせんねんやろ。オッケー、こうやろ。お前それでさ、バケツの中に青鬼も一緒に入ってたらどうするよ、あのハンペンみたいなやつ。それで、あ、一応くくりつけて、水入りバケツ、水、あ、これでさっきなんかこのトイレのちょっと汚れてた数字あるやん、これ流すんじゃない？絶対そうやろ。おい、水はそのままな。え、え、あー、なんか止めやなあかんのか。なるほど。てかこれなんなんやろうな。なんか剣を持って、お、あれ、俺ここ最初タップせえへんかったっけ、してへんかったか。あ、まあ、弱。で、これで洗面台線があって、こうやろ。で、使用する、水入れバケツで流す。 OK、 38、きったな、水きったな。グレープジュース、グレープジュースちゃうわ、メロンジュースになってる。3810、3810で奥の扉を開けます。よいしょ、ここね。3810、 OK、オッケー、開いた。入るよ。入る、入った。うわ、きっしょ、オレンジ。絨毯オレンジやねんけど。あ、なんかある。あー、ちょっと待って。青鬼死んでんねんけど。死んでんねんって出てくんなよ。ほんまに。迷惑ねっちゃろ、俺。ステンドガラスだけやったら、なんか色が、原色じゃない。めっちゃ目チカチカすんねんけど。撮りますよ。出てくんじゃん。謎。あ、そっちから出てくんのか。そっちか。まさかの。おら。おら、ざまあ見ろ。あ、ざまあ。おい。
だこのさ椅子っていうの1か2かで椅子を調べて謎を解くみたいなやつがあった気すんねんけど、まだ来る？あ、来るわ。めっちゃ時間差すごいな。ここ開けるか。あれ？ここじゃなかった？あ、こっちか。オッケー、じゃあ入るよ。おい、お、また新しいとこ来た？で、これまだ上もあるから。あ、階段？マジか。これ調べる向きとかも関係あるから、こういう一個一個オブジェさ、いろんなとこから見ていかなあかんのよな。びっくりした、お前パソコンでお前ピロリーンになって階段入った瞬間になるからさ、びっくりしたわ。あ、ミカじゃない？あれ囚われてるやん。だ、誰？タクロー生きていたの？タクロー、俺タクローじゃない、え、俺ヒロシ。ミカですか？オカリンです、ごめんな。いや、そんな悲しそうな顔すんなよお前、俺やったからってさ。タケシも無事でした。うん、タクロー、タクローは？そうだ、病院に怪我をした男、それ絶対やばいやつやん。あの人の乗ってきた船がどこかにあるのかもしれない。気を失ってたけどもう気づいてるかもしれないわ。なるほど、タクローを探して落とし穴、落とし穴か。そ、どっかに落ちればいいんやな。じゃあ左、あ、ビリヤード、遊べんちゃん、ちょっと、あ、そっち光ってる、左上にでっかい鍵あんねんけど。ビリヤード球 S って何？ショート？短いってこと？これ左下いける？あ、いけるやん、いけるやん、いけてもうた、いけてもうた。これ上行ったらええんか。まあこうよな。で次こうしか動かせんよな。これ上押したらあかん気が、あ、こうしてめっちゃ奥まで押すんや。こうんで、これ一気に左まで、うん、これ左行けるか、もしかして左行けたかもしれへんな。それはいいとして、さっきこの上の2つを片そう。うん、これこれ違う違う。お、電池のない携帯電話、上行ける？行けへん。 OK、 じゃあ電池を探すのと、こっち電池あるんちゃう。あ、ビリヤード球 L、 なるほど。あ、ビリヤードあれ打つんちゃう弾。あ、これ向こう持っていけへん、無理か。あ、無理か。オッケー、じゃあこれでちょっとビリヤード打ってみるか。打てへんのかな。あ、でもなんか位置的に打てへん気すんな。子供用、ここで使えない。こっちは大人用、使えない。あ、使えへんのか。じゃあなんか取るとかそういうこと。おー、びっくりした。あ、これ立てかけるやつじゃん、ちょっと立てかけようぜ。ちょっと最近ビリヤードやったからさ。あと3本、なるほどね。こういうちょっとグッズがわかるよ、ビリヤードグッズみたいな。おい、んでどうなってんの。あ、まだ見れへんのか、なるほど。入れるかな。はい、あ、いった。あー、出たな、青鬼のあの額。もう2回目やから、これなんかす、え、向きが違う、ちょっと顔違うくない、全員気のせい。出てくんなよお前、頼むから。あ、ビリヤード機 XL 出てくんなよ、そっから。ええか、ちょっと一応こっちも喋っとこ、気になんねん。ない、オッケー、ないな。おら、よし、よっしゃ、あっぶねー。ちょっと、おい、あ、まあ後ででいいか。右側行こう。あ、あ、あ、びっくりした。もうお前ビリヤードするか。いや、俺ちょっと上で打つから、お前下打てよ。ちょちょちょ、こっち来るんじゃん、ちょちょ、こっち来るんちゃう、いちょ、お前下で打てよ。おい、ではもうこのまま右行っちゃいます、レディゴー、よいしょ。あっぶなあぶな、ここでセーブできひんのか。なるほど、あの上のあれが多分ミリヤード台やと思うから、一発で解いてみせるよ。これ下行ける、行けへん、オッケー。そうだな、こうやろ、こうやろ、ほんで、あ、右下にもある。ということは、これ適当に動かしてたらどうにかなるの、これ。適当にやってりゃどうにかなるから。ほら、OK。あ、ビリ、あ、これで9集まったな。とりあえずこれ上まで押して、ほい。ここ、ここ、ちょっと待って、あっぶな。これ、こう、なんか、あ、ミスった。あかんじゃん、これ。絶対あかんやん。ほら、積んだやん。積んだ、積んだ。なるほど、これ右上から行くと、
思いがちやけど、これは多分下側から行くね。こうやろ、一個一個これずらしていって、違うか。あ、違うな。俺こういうの得意や思てんけどな。意外ともう頭が硬いんか。こうやろ。あ、いけるやん、いけるやん。めっちゃ簡単にいけるやん。こうやろ、こうやろ。オッケーオッケー、イエーイ。おいっと、携帯バッテリー。お、バッテリーきた。ちょっと組み合わせよう。外出て、あの上の額がちょっと気になんねんけど、あの額関係ないかな。まあほっとくか。詰まったら来よう。でこうやろ、バッテリーつける。オッケー。これ携帯使えへんの。何かを読み取る。そうだ、あ、ちょっと待って、画面に映ってない。なんか1102とか1102。一応それ覚えとこう。はい、ビリヤード全部置きました。フル時計、え、フル時計なんかあったか。いっちゃん最初のとこ、その、ちょっとこれ数だけ覚えとこう。8132。 OK、 この赤い丸だけ覚えておきます。8132。あ、びっくりした、びっくりした。8132、8132ですから、8132ですから。いや、そんなとこでさ喋ってる場合ちゃうねんけど。あっ、隠れよ、隠れよ。あっ、もう遅い、もう遅い、もう遅い。やってもうた。どうしようかな、右。あっ、かもないしてん。来いよ、おら、来いよ、おら。え、来へんのか。あー、タイミング悪かっただけか。オッケーオッケー。じゃあこれを見ます。はい、ん、はい、ん、はい。え、違うの。あ、開く。あ、違う。あ、じゃあここか、これか、これ。8132、8、そんなことある。あ、それ解除できるんや。フル時計関係なくね。え、びっくりした。何、後ろから来るんじゃん、上からかい、なんかこれ、それ見たことあるぞ、そっから出てくんの。で、こう一回ぐるっと巻いて、なんでフル時計に映ったん。もしかしてフル、え、てかさ、俺のナスビちゃんはナスビに変えたのに。こっち、ここやろ、ここやろ。ほんで、こっち行くやろ。で、あの QR コードあるやん。じゃあこれみんな読み取って友達追加して。LINE だよ。ほんまに読み取らなあかん俺。こんなん読み取られへんねんけど。携帯でやってんねんからさ。ここ、え、なんもないの。え、嘘やん。嘘やろ、ほんまに言って。あ、ちゃう。携帯持ってますやん俺。携帯の中に携帯ありますやん。これやろ、これや。オッケー。なに、変な線取ってや。お、なんや。ミカが反復運動。ヒロシ遅いな。お前どうすんの。え、俺動かすの。嘘やん、開けられんのこれ。あ、びっくりした。もう、なんなん。あ、じゃあこれキリいいな。じゃあ今回はこの辺にしていきます。ちょっと尺が長くなってしまったかもしれませんが、次回はミカ編からのスタートとなります。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。